これがまあ私が思ってた、まあ、教団の行く末がですね、結構ガラッと変わったかもしれないなと。嘘で他人を困らせる人物、日本稲荷の狐、めちゃくちゃですね。まあ、どうも、ひろしです。はい、今日はですね、ちょっとですね、ツイッターで気になるニュースが流れてきたので、まあ、ちょっとそれについてお話をさせていただこうと思うんですが、ですね、私の、まあ、弟、まあ、弟2人いるんですけども、下の方の弟、三男の裕太がですね、まあ、これが暴挙団の職員をやってるわけですが、どうやらこの三男の裕太が、まあ、干されたらしいという情報が、ね、ツイッター上で、入ってきまして。そう まあね、ちょっと何日か前からちょっと流れてきてたから、どうしたのかなって思ってたんですけど、まあちょっとこのツイッターだけの情報だと何とも言えないので、まあちょっととある筋から、まあ、これ本当かっていうのを確認したんですけど、まあ、どうやらまあ本当らしいということだったので、ちょっとそれについてね、お話をしていければと思うんですが、このだから三男のユータっていうのがですね、まあ今まではまあかなりそのまあまあ、総裁の息子ですし、まあ、後継者候補ということで、まあ、いろいろ、まあ、かなり高い地位を得てたわけですね、教団の中で。で、まあ、過去世っていうのがあって、まあ、まあ、生まれ変わりですね、天正輪廻っていう考えが僕の科学にはあるんですけれども、それで言うと、まあ、その歴史上の、まあ、人物が、まあ、今ユータとして生まれ変わってる、まあ、みたいな話があって、まあ、その中で、まあ、天の皆主の神って、これが日本神道の、まあ、最高神と言われてる神様ですね。とか、あとは、明治天皇とか、あと桓武天皇、あと、まあ、マリア・テレジアとか、まあ、こういった、まあ、歴史上の、まあ、すごく偉大な人物の、が今、大岡裕太として、まあ、地上に降りたもので、生まれ変わっているっていう、まあ、そういうことになってたんですけれども、これが実はそうじゃなかったらしいっていうことに、っていう、まあ、設定変更があったみたいで、でこれが見てると、なんだこれ、ラボラ、釈迦の十大弟子だが、嘘で他人を困らせる人物、日本稲荷の狐、人を騙す動物霊、富士山太郎坊、富士山のカラス天狗。めちゃくちゃですね。まあ、なんか本当はこういうや、あの、うん、なんかやつだったらしいっていうことになったみたいですね。いや、まあ、このですね、まあ、総裁が認定する過去世っていうのがあるんですけど、まあ、これはですね、結構コロコロ変わるんですよ。で、まあ、この、まあ、過去世がね、なんで言ってることがコロコロ変わるかっていう、このからくりについてはちょっとまた別の機会にお話をさせていただこうと思うんですが、そうだから、今回だからこれが何で、なんですこれがちょっとすごいかなって思ったのが、これが、まあ、私が思ってた、まあ、教団の行く末がですね、結構ガラッと変わったかもしれないなと思って、まあ、ちょっと驚いたところはあったんですが、この裕太がですね、まあ、今大阪昇神館という、まあ、大阪の参拝施設に勤務してるんですけれども、まあ、そこの副館長だったんですね。副館長をやってたんだけれども、まあ、情報によると、まあ、副館長から格下げになって、まあ、ナチーフか、まあ、ヒラか分かんないですけど、ちょっと、まあ、もう本当にヒラに毛が生えたぐらいのレベルまで格下げされたらしいんですよね。そう、まあ、ちょっとね、間違ってたらすみません。まあ、ちょっと正確な情報の方は私は分からないので、まあ、気になった方は、教団の広報局の方に電話をしてみてください。そう。で、まあ、その裕太がですね、大阪に、まあ、ちょっと前に行ったんですけど、それが、まあ、それまでは、まあ、まあ、東京の本部の方で常務理事とかをやってたりして、まあ、中枢にいたんですが、まあですね、ちょっととある、まあ、プライベートでちょっと、まあ、問題が起きてしまって、まあ、それが原因で、まあ、大阪に左遷されたんですけども、まあ、ちょっとですね まあ、そのプライベートの、まあ、問題っていうのは、ちょっと、まあね、ちょっと、まあ、僕の口から申し上げるのはちょっとはばかられますので、ネットを見てください。ちょっとね、それはちょっと、まあ、ネットに書いてあります。で、だから、まあ、
僕の予想としては、まあそのまあ、総裁はですね、まあ、ユータのことを一回ちょっとプライベートで、ね、あの問題が起きちゃったから一回ちょっと、まあ、みそぎじゃないですけどで左遷は、まあ、したけど、あの、まあ、多分いずれ復帰させるだろうなと思ってたんですよ、おそらく。というのが、あの、まあ、総裁はですね、まあ、5人、まあ、子供がいるわけですけども、まあ、5人の子供たちの中で、まあ、ユータを一番可愛がってたので、うん、まあ、一番自分に似てるっていうのもあると思いますし、まあ、東大法学部も出てますし、うん、っていう面で、まあ、いずれは多分、まあ、また、まあ、カムバックさせる気なんだろうなと僕は予想してたんですが、まあ、このですね、あの過去勢を変えるっていうのが、まあ、これは教団の中においてはかなり重たい処分なんですよね。そう、まあ、左遷されるとかは結構よくあるんですよ。ちょっと北海道に飛ばされたとか海外に飛ばされたとかそういうのはまあ結構あるんですけど、あのこの過去で自体を変えてしまうっていうのはこれはかなり、ね、宗教的には重要な意味を持つことといいますか、あの、まあ、やっぱりその、まあやっぱり過去世を変えるっていうのは、まあ、今回の場合ですと、あの、まあ、神である称号を剥奪するっていう、まあ、そういう意味になるんですね。あの、まあ、よくその高級霊っていう言葉を使いますけれども、まあ、ユータのこの過去世の変更を見ると、まあ、神様と呼ばれた人たちからはもうなんか妖怪とかあの化け物の類みたいな感じに格下げされてるんですけれども、だからもうこいつはもう神じゃないっていうことのまあ認定ですね。なので、まあ、これを、まあ、だから、まあ、この決定を覆すにはまた過去世を変えなきゃいけないので、やっぱり本当は神様だったらしいみたいなっていうことをすれば返り咲ける可能性はありますが、まあ、まず、まあ、それは厳しいんじゃないかなと。まあ、なので、まあ、後継者候補にはまずあの復帰できないという、まあまあ、かなり重たい処分ですね。そうなので、まあ、そこまでいったかっていう感じなんですけれども、うん、まあ、これでね、まあ、裏事情として、まあ、どういう、まあ、あの裏で力が働いたかといいますと、まあ、これはまあ予想なんですけれども、まあ、この今ね後継者とされている、まあ、さやか長女のさやかとゆうたがここがめちゃくちゃ仲悪いんですよ。ここがもうめちゃくちゃ犬猿の仲なので、まあ、昔からね結構その、まあ、よく喧嘩したというか、まあ、揉めてたんですけども、ここがで今あのねさやかがあの、まあ跡継ぎってことになってますけども、まあ、そこの権威を確立するためにこのやっぱりねあの総裁が一番可愛がってた雄太、ここがやっぱ邪魔なわけですよね、いると。だからまあこれは早めに消しておこうと、まあ、おそらくそういう判断が働いたんではないかなと思います。やっぱりね男だし東大法学部出てるしやっぱ邪魔ですよね、いると。だからまあさっさとこれは早い段階で、まあ、今プライベートでちょっとやらかした、まあ、このタイミングで消しておくかと、まあ、おそらくそういう政治的な判断があの働いたのではないかなと僕は思っています。そう、まあだからね、まあ別にどうでもいい話なんですけど、もうあの、まあ、僕にとっちゃもう何も関係ない話なんですが、いやー、ユータどうすんのかなと思って、うん、いやもうこれを見るともうかなりちょっとね教団内ではもう完全にもう完全に干されてしまった状態ですので、ね、だプライベートでもねちょっと不幸なことがあったと思いますし、うん、あとねやっぱ給料もかなり下がってるはずなんで、まあそのまあね役員だった頃から今もう平とかになってるわけですから、これね税金がすごい持ってかれるんですよ。そう、この収入格差 でかなりの額持ってかれるはずなんで、多分生活も結構厳しいんじゃないかなと思いますし、まああとね、まあ、あと彼は僕はねちょっと個人的には雄太とあんまり仲が良くないので、うん、別にまあ何とも言えないんですけども、まあ、まあ、あいつね根性ないんですよ。そう頭いいんだけどね、ヘタレだから、まあだから多分結構打たれ弱いんで、まあ、社会適性もまあかなり欠如してますし、まあ、まあ就職とかはまず無理だと思うから、今後どうしていくんだろうなと思って、まあね別にどうでもいいっちゃどうでもいいですけど、まあでもちょっとまあ気になるは気になるかなっていう感じですね。はい。まあ、なので、まあ、ちょっとこの件はですね、本当に僕もまた聞きぐらいでしか聞いてない話なので、まあ、引き続き、まあ、状況はチェックしていきたいなと思うんですが、あの、まあ、もしですね、あの、まあ、まあ、皆様の方で何か新しい情報ですとか、まあ、正確に、まあ、こういう書類が出てましたよとか、こういうお触れが出てましたよみたいな、まあ、そういう情報とかがあれば、あの、ぜひ、あの、コメント欄ですとか、ツイッターとかで、お知らせいただければなと思います。はい、ということで、今日は、ユータ、粛清されたってよっていうことについて、お話をしていきました。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録お願いいたします。